写真拡大。巨人 DeNA 23日東京ドーム。アニメビジネスフィッシュの主人公魚脇おわきたいが始球式を務めた。 IT 企業株式会社シービジョンに勤務する魚顔のサラリーマン。顔は魚の魚脇がスーツ姿で登場。上がる前にそわそわしてなかなかマウンドに上がらない魚脇に対し、場内アナウンサーから時間が押していると早く行くよう指示され、慌ててマウンドへ上がった。魚脇は大きな投球動作からノーバウンドでストライク投球。ガッツポーズして大はしゃぎ。嬉しさのあまり泳ぐポーズを作りながらベンチへと下がった。 TV アニメビジネスフィッシュは東京 MXBS11 で日曜深夜0時、日付上は月曜午前0時から放送されている。